中国が通貨人民元を2日連続で大幅に切り下げました。中国人民銀行は今朝、人民元の取引の目安となる基準値を前日より 1.6% 減安となる1ドル 6.3306 元と発表しました。昨日 1.8% 引き下げたのに続いて2日連続の大幅な引き下げです。減安に誘導して落ち込む輸出を下支えし、景気を回復させる狙いがあるとみられます。人民銀行は引き下げの理由について、より市場の実勢レートを反映させるためだと説明しています。